それいけメッセンジャー。こんにちはメッセンジャーの愛花です。どうもこんにちはメッセンジャーの愛です。こんにちは MBS アナウンサー向川智美です。もう夏真っ盛りということで、もうあのまあまあまあ言ってますけども、夏暑くて当然やとえどもやべえ三十六度超えるとふっと気づいたんですけども、人人の体温超えてます。超えてるやからそうですよね。もうずっと人がくっついてる状態でしょ。今日はもう。 気持ち悪いよね、考えたらね。で、だ、汗が乾かない。よね乾くよね。で、あの、熱中症、熱中症って言ってますけども、結局。えっと、後から来る熱中症がある。そうなですね。時間差なんですってね、昼間に受けた。熱を体が、そのまま。覚え、覚えたまま、夜に。で、な、倒れる。はい、そうです。倒れて。はい。 あの平方パークのねあ,あ,あのああ着ぐるみの方ねィィのダンサーの方がまだ20でこわこわくなったんはね28歳出てい若いよちっちゃい子とかねご老人とかが亡くなられるのはよく体力ないから体力、ね、そうですねはか28なんて一番体力ある ででも着ぐるみでね20分間ダンスの練習は、ね、結局コンディションが僕らもうち,ょちょっとね夜更かししたと、はい、ちょっとだけ酒残ってたいう次の日とかはもう確実にうう僕あの東京の墓参り何年か前に行った時にものすごい暑かって <laughs> <laughs>、はい、またアホみたいにブラックジーンズ履いてたんですよ。 倒れたんですかめまいして言てたなも<の>熱中症熱中症そ,その時誰もついてきてくれへんで僕一人で行ってたんですよへー

運ばれるかもう10分20分やけどただその行くまで行くまで<ー>行くまでが結構歩いてたんですよタクシーの運転手がそこでちょっと分からんから「だからもうここでいいです」とかで歩,歩いたらこでお花買ったり、うん、そのお供え物買ったりとかしてスーパー回ったりするじゃないですかその間で。

いやだからそれはち目のその間に<能>まあ僕は全身麻酔やったんで寝てる間に副鼻腔炎チクチクするのね畜能を手術したかどうか俺は定かでやるってそっから鼻をすっと取ってらわ悪かなでも大体。<ー> あれ、これ聞いたことある。えっ、ー、と、ちくので悩んでいらっしゃる方もいますけども、はい、あの手術したらもうすっきりですよ。すこの二つだけですね。 いや全然ないえでも通風もあった。風は昨日はもうちょっとね、あのご飯食べに連れていただいたんですけど、通風料理とオンパレードみたいな出てきましたね。本当にカニ味噌とか。えこの時期にカニ味噌。で家帰ったらね足がまたずくずく言い出しました。やそうなんだ。それを散らす薬を飲んで、とりあえず寝ましたけどね味噌だ飲んで。通風やと思ったら水虫だったこともあるやろ。通風やったと思ったら水虫やったと。水虫はあの。 世の中で初めて感知した男って言われてますから、えー、感知しました感知したらノーベル賞って言われてますけど僕一人感知したんですしてないだからあの向川さんに匂いを嗅いでいただいてもら <laughs> 何匂いやねいやいや水虫特有の匂いがあるんです女性の方もこの匂いやなっていう人は水虫やってる匂いが僕だからわかるんですよだからお前が匂うのは分かる、えー、僕はだから100%感知したんであっていうのはわかります わかりますけど、僕は。あの選手はお尻がいたお尻がものすごかった。いいやろ。疲れても、ずく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 てて、ね。いーやろ。 スパイスカレー食べたから余計ですこれは G じゃないですしんどくなるとお尻の急所のところがちょっと痛くなる触ったらなんか軽いポコっとあるおできなのかなみたいな感じですよねこれは感知してます感知はしてますこれは血圧もあるしめまいも持ってますしめにえもあるし血圧もあの高いです逆に 言うたらそれ全部克服した、はい。これで逆に言うたらこんな言うたら命に関わる病気じゃないじゃないですか。だから。 大きな病気にならないです。すぐ血圧血圧検査とか血圧も測ってたりするで。も一個でいいですよね。一個でいい。持ちます。これかあれかどれかよくわからないです。ね。それだけあった季節の代わりは必ず鼻がおかしくなりますどういうこと？花粉症で。花粉症。それだけあったら全部持ってる。全部持ってますね。私何もないんですよ。花粉症もなければ。 本当なったことないです。水虫もないし、痔もないし。いや、これはそんなことないです。今日はね、靴脱いでますやんか。はい。ね、スタジオでねスタジオでね、スリッパでしょ。はい。この世人の中で、誰か水虫やと思います。え、本当に似合うんですか？え？似合うわ。いやいや。そう。ムカさん。私じゃないですよ。私全然似合わない。足、ちょっと靴してる。嫌です。嫌ですよ。そんな。どんな感じはい。 何がきっんけお前やでも病気ないなあんぱしなあでも意外とあれあるやんかほらあのインフルエンザになったりとかいやそれはもう季節季節やんど大きな大病のでもなんかほら一時期めまいじゃなくてあめまいはありましたよねめまいもね完全に老化です老化やねあのなんでめまいがするかって言ったら結局 視力が落ちてるわけよ視力が落ちてきてそれを合わせようとするのに間に合えへんからそれが目前に変わるわけよこれ言われたみんなの後ろにある兵器の三半期間がそのなんかがなくなるんですって駅がそんならこういわゆる船に乗ってるような感覚あれメニエルってきつい俺はなってへんけどメニエルっすごいきついようち旦那がそうですその年齢でしょう。すごいしんどい大輔師匠が言ってましたけどもう男の更年期 みたいな 結局ある程度になったら、その男の更年期が言われたら何でもそうなったら思もう更年期をすごいやんか慣私はだから血液血液検査で調べてもらったんですけど。でわかんの更年期？わかるんです。あら、ホルモンで。数値そうそうそうホルモンのバランスは数値的にはもう完璧な更年期なんですって。の完全な更年期なんだけど。完全な更年期ですねって言われました。あなたは。だけど自覚症状全く何にもないんですよ。人の悪口死の。 違います悪口言ってないですちょっと雑誌読んでておっぱい大きい女の子やないかただのデブですやんそんなこと言ってないですよ遠いところに石投げるねと俺まだええでこの人近いところにも石投げるから投げてない近いところは見えないように投げる私じゃないもんみたいな顔してで関岡さんは昔可愛かったけどしゃくれてたって言ったら関岡さんそれはパラちゃん関岡さんは昔のプロフィールを見た時何でみんな昔のプロフィール見ることがあってほんでアナウンサーのあレンーなんですよ はい、でそれが中西正夫って芸能リポーターが、うん、む昔一番好きになったアナウンサーは関岡さんやったっ話になってどんだけ可愛かったんって言ったらほんまに可愛いんですよ,いですよもちろん。はい ちょっいや本当本当に綺麗ねすっごい可愛かったですのあの聞くに耐えないような悪口を昔言ってないです <laughs> そんな聞くに耐えないようなこと言ってないですよい,いや,いや私も可愛いって言ったじゃないですか,ててか <laughs> 胸が大きい女はデブやってるじゃいで違う違う胸大きい女はデブやってるって関谷さんの話だって関谷さんも昔こな<違う> <laughs> 胸を浮かって痩せとったらあれも昔はデブでしたであれもなんて言ってないですあの方もあくれてたっってでじゃそれはパラちゃんが言った確かに顎は ちょっと出てます。でもしゃくれてるとは言ってません。いやそれはもう5人があの承知してることなので、私が言うが言えないがもう本人が分かる。今アナウンサーでみんな胸ちっちゃいですよね。細いからね。そうですね。そんとい。ゆさゆさってう人は本当に関係者さんがあちゃんぐらい？あそう。これはこれ昔じゃなうん。まだ今に近い。今に近い本当にデビュー当時アイドルみたいな。 松井さんも綺麗綺麗って言われてるけど、もう、せ岡さんも全然負けてる。ない前上手、綺麗な顔と多かったね、昔な。いや、松井愛ちゃんとか。松井愛さんもそう。もうだって。もともと元祖のアイドルでしょアイドルの。アナウンサーでしょ <laughs> そうや。そうですね。 なんやねん言い方いや別にええだ何あのデビュー当時の写真って言った <laughs> <laughs> もうすっごいもうゴリゴリの報道契やがも現場に向かう,そうです、ね、何時間でも国会の前で立っているっていうねどっちかっていうとニュースを、ね、別にそんなんはええわみたいな感じだったもうほんま報道やりたかったわけ バラエティとか別にやる気なかったそんなことないですよそんなことないですよだって私入社一年目でそれこそ私カテレビだと思うんであれで僕も知ってるのでもキーキーしとったやなんか今もやけどしてないですめっちゃしてなかったですキーキしてるやんキーキするようになったのは黒田さんと出会ったいやいやちゃうよなキーキーしてるよな 確かにねだってそらゃねそらエピソードとかいろいろ話したらね冷静ちちっゃくやとは思わないほんでな今までさアカシアテレビ出てたんやけどその色出せへんかったやろこのどっちかっつったらさんまさんに気いてこてまあねそりゃそうやろちゃんと進行だ進行やってただけやんか こんだけさ人の悪口,を言う悪口言ってないですって。<laughs> 俺胸大きい人は大概デブだっていうのは。<laughs> これは偏見に満ちた僕は悪口を。こは普通の比べ合いでで、でこれここがここが怖いのがね。たまにいてはるじゃないですか。痩せてても胸大きい人っていてるじゃないですか。それは何かしてるんですよ。<laughs> それは偏見と <laughs> 悪口以外の何者でもなでか、ね。だって関岡さんもそうでしょ。胸大きいけどデブでしょ。違う違う。言い方が良くないお二人はね。<laughs> 悪意に満ちてるい。いやお前。俺ら。今いや私は、ね、いやいや私は関岡さんは胸も大きいけれども。 けれども福岡でしたよねって言ったんですよ。福岡って。言うサイバーやほら。デブとは言ってないですよ。私その。言うた言ってへんの見つけで顎はちょっと出てるけどしゃくれてるとか言ってないですよ。本当言ってません。これこ本人がもしきして聞いてないと思いますけど。聞いてるんですよ。聞いてのか。聞いてるんですよ。こんなラジヤこんなラジオマスキング社員聞かねえで。そうですね。もし聞いてるの知ってるん。 だったら関岡さんがキレかったというくだりだけで言うはずなのか昔若い時僕はそれを言うてなきれい俺知らんわって言う俺はそうなんてアイドルみたいやでって言うからあそうなんやでも俺関岡さんその仕事そこまでしてないけども結構胸大きい人やろって言ったらそれでいいのそこできっときゃでもそこに付け足したのは黒田さんだよもともとは俺が あの雑誌読んでてこの女の子あの写真ではめっちゃ痩せてるよう見えるけど俺は男であるからある女の子ねこの子がああのよう出てるけどこの子は胸大きく胸大きく見せてるけど結構太ってやったよなかなりぽっちゃりしてるわ俺言うな実際見たらみんなぽっちゃりしてるよなって言ったらみんなデブですよ胸が大きいのはっていう写真なんて修正じゃないですかほぼほぼもうねそんなほんで関岡さんの話になったら

今もう見るもん誰が見るもん無駄だ <laughs> ほら私のせいにするね <laughs> 私言ってないよい今も綺麗だね綺麗ですよテクカさんすごい綺麗ですよでだ,、ねうん、だからこれあのちゃんとマイジョは分かっとるんやね。あのいい種類によって変えてるわけだから藤林さんとかは逆に てくはさんぐらいの年齢になったら、あないなる感じやね。要は。そうそう、タイプとしての、ベビーベイツやからな。な、な、たままきとか、が逆にほんなら、こうなったどうし。たままきはもう、正直で、なんとなく、なりかけてる気がすんね、んあいつ三十近くなっちゃう。あの、こう、ビリッとしてる、私っていうものが、もう芽生え始めて。る気がするんです。なんか、画面。確かに、しっかり、すごくしっかりしまて。ほんなら、もう、ムカワ派になっていく。で、そんな。ムカワなんてないです。ピークは三十八ぐらいですよ。 やっぱその時は後輩が遅れてからビンタしますからね <laughs> <laughs> ビンタしてませんあの時はまあ制裁が許される時でしたからね <laughs> <し>まだね <laughs> してませんでもやっぱ夫婦なんかうまいことやってるのがすごいなこの前も旦那さんまた太田で気あるわあそ,うそうなんですよで忙しくてねショックやったらさ普通の夫婦関係で電話で喋ってる時出るやんか、うん、だから黒の方も奥さんと喋ってる時の会話が普通の日常の会話やんかパッと出るってことで席 次は武川さんがこの前田田さんに電話してはったの見たいな時、うん、あんな偉そうに喋りはるんですかでしたのあのラジオ終わってブース終わって僕の子供が<ー>野球が好きやからいうことで野球のチケットな,なんとかなんないみたいなことを野球の今やったらツボツボおるからはいはい、はい、も,もっとポップにお願いしていただけるんかなと思ったら何あのパラちゃんがさ <laughs> チケット欲しいって言ってんだけど、あんたなんとかなるでしょ。あんたスポーツにいいだからさ、そのようちゃんとやってあげなさいよみたいな感じで。そんなよ。やいやなそんなじゃない。あのさパラちゃんがねお子さんが野球が好きなんだって。どうかならこれ離すんだ。俺が持ってるみたいになるじゃないですか。いや持ってるでしょ。完全にもう大盛りに持ってますよ今の。そんなじゃないですよ。持っあんな完全に喋ったら。いやいやむちゃくちゃなんかいやピリピリ全然ピリピリしてないですよ。 でちゃんと帰ってきてでアパラさんがの話だけどおおもういつでも言うてやおお分かった伝えとくっていやこの前そんなアヒル口みたいなしねなんかでもなやっぱり旦那さんご主人はいいちょっとご主人はとか言うのやめてもらってご主人はそのあたりがややっぱこう柔らかいじゃないですか当たりが柔らかい僕らまあ丁寧にこうお世話になってますみたでもそんなのねで旦那さんどこが好きになったんやろうな誰の私のすべてに決まってるじゃないですか m なんかな。いや俺向川さんを好きなるやつって変態やと思うね。あのほんまいや変態やってなんどういう意味ですかどこを好きなのよ本当に茶飲み友達とかねなぁ追ってくれ楽しいね追ってくれ楽しいけど何を好きるところがあるかやほんま友達ともう最高や最高ですね彼女はいや最悪やなんで全然いらんわ男って意外と傷つきやすいじゃないですか意外とねよう今ますわこの二人が

あれはでももうちななんか家族会議になってえ何そ親,親の退職金をあ<ー>、まあ、旦那さんのお父さんの退職祝いで何買ってもらうって言ってうちも嫁さんに投げかけてみたんですが、はい、お前やったらどれぐらいにするいやえ何でも買ってくれんの?何でも」何でもって言うてるって言った時に「そりゃなあ、まあ、3万円ぐらいの食器かな」って言ってました。したはい そんんななんでいい人私も言われましただから私も最初はもう本当にもう1万円ぐらいのねなんかこう本当記念のお皿みたいなグラ,あグラスって言ったのかなうん、うん、って言ったんですけど、うん、いやもう本当に記念だからじゃあもうともみさんも好きなこと言うて,って。なんで1万円が60万万に変わる、ね、60万円とそんなんしてないですよ。と思いますよ。<laughs> <laughs>

これすべて,てなんでい,<や>いつか自分もされねえんで、うん、だから出さないものは出せないからいくらまで出て言いますちゃんと嫁さん嫁さん来るやんか、うん、嫁さん来るやんか、はい、むちゃくちゃいじめるに決まってるやんか<で>いじめませんよむちゃくちゃ可愛がりますよ絶対あかんってこう性格的に自分でななんんんんかかゴミをまいいてちょっとと言言うんちゃせ <laughs> よどんな性格 ちょっとあの本当ねラジオ聞いてる人信じるからやめてください本当にああた私ね新人の校長先生もやってるんですよ教育係をやってるからえらいとか知りたかしれっと見に行きたい信じるでしょそんなこと言ったらやめてそんな人が教えてると思今そのコンプライアンスとかでガッチガラべやから何もできへんかもしれません本気出したら多分そんなことじゃないじゃないですかいやそんなことないですよもうそんな丁寧にね 本当にもう娘に言うようにちゃんともう手取りや足取りい<や>す絶対あかんと思う俺もうほんまにだから 根性だけでやってるけど蓋開けたらめっちゃ嫌われてると思うで後輩そんなことないいや後輩とか私以上に嫌われてる人はいっぱいいる誰やねそのやねんその毒を周りにまくる知らんからね僕らからしたらそれ誰なんですか誰なんてやっち俺らそのアナウンサーのこと分かれへんからねそれは言えませんよ誰から誰か やっぱり後輩とかやっぱりなそおるおるあの言われへん人と言うやすい人とおるやんかだから向川さんはだからみんな思ってるほど慕ってないんちゃうのいやそんなことないと思う <laughs> いや慕ってないんちゃうの <laughs> いや大丈夫大丈夫私一番向川さんの一の古文というか 信頼してる、信頼してるっていうのは誰なんですか、男も,のも男も女、一人ずついうやったらアナウンサーで言う歌、ここの子は私をものすごい全幅の信頼を置いてると、一、うんうん、人ぐらいおるやろ。いやまあみんなそうなんでね、一人選ぶのが難しい。<laughs> みんな同じぐらい,くらい。そんなことないやんか。すごい。<laughs> <当に> <laughs> すごいこと言う。一人選ぶのが難しいわ。そんな。も女ももう後輩は全員。はい,い。 えええええだって上の方やからね深川さんなんていやそうやってだってアナウンスはも部長やろそうまあ部長なってないですよかなり上ですよそう思わないとやってられないじゃないですかでも嫌われてはないってことですねだからねアンケート取るでいやアンケート取ったやっぱりアンケートやめてもう本当やめてアンケ川さんよりややこしいとかおるんやろな多分だからその人が隠れ身のなってるやと思う もう <laughs> その人の後ろにこうおるから正直分からんのかもしれない一回番組でやらせてよテレビ番組でやりたいわアナウンサー毎日放送アナの全員集めて、はい、本当のスイッチオンとかやりたいみたいな<ー>久しぶりにとんでもないことなんだよなあ俺いや俺も毎日のあの,あの会長さんじきじきにもうやらせてくれて言いたい。

もグループの。私グループ持たない。本来毎日放送は大きくグループに分けたら誰誰派誰だあの川田くん中心の若手派みたいなのはあるよ俺あんまり知らない。ああ、私川田くん中心川田くんはものすごいの飲みに行ったりするのもものすごいいい声いい声いいだからこう怒られたくない。ああ、あの平和主義平和主義あんまりその心は。大吉くんはそっちなん。大吉は。 ちょっと違う違う行くけれどもちょっと違う大吉はどっちかとこっち側の方やわ芸人とかと一緒に飲みに行こうとか大吉の悪口なんて聞いてられないですよああ私が悪口っていうか大吉君が俺でも大吉と何回も飲みに行ってますけど言うでしょめっちゃおもろいですよその喋りが面白いから悪口に聞こえへんわちょっと待って私のは悪口に聞こえるんですか俺は和泉さんはあれ止まった いや <laughs> いや、なんやこれ。いやいや、俺は。知らんかい、なんやねん、これ。なん、なんも言えへん,ねん。<え>俺、俺はやで。俺は何。なんやねん。いや、俺はやで。俺はやで。俺は。中江。何回も言いましたね、今。<laughs> これは、あの、俺は中江。のは事実。私も。同期やから。そう、私も、同、同期ですから、言うていや、でも、私は、もう同期なんで。 お前な知らんって罪って俺知らんもんだって <laughs> 知らんやったらもう何も言うなそうだそうだだ,だから俺は仲いでお母さんも同期やからそ,だ、ね、それは同期相手あるやん、ね、<は>や昨日も一緒に帰ったもん

なななんんねんんんんんやややねねこれ俺俺知知らん俺は知らららででで黙黙いあっは向川さんが黙るかか<は>だって一緒のジムでらんんプール会う,こうとか俺ルでぐ仕事もそれゃしたことないし俺は西君のことは正直言うてやであんまり知らない。 知らないが正覧できる知らんやろ私も一緒仕事したことないね知らんなんで知らんね知ってるやろ知らんねお前一番リシクと仲いいやろいや俺だからえそうなのおハイサスしかしたことない仕事したことないほとんどいや俺だから毎日から聞くね熱血感俺毎日ってやってもアナウンサーだな 上泉さんは特番で一本か二本やったことあるけど。あとまあ、あとは女子アナは浜松きり。玉松きね、松井さん。ぐらいしか知らない。俺、なにか藤林さんも知らん。知らん、知らん。ほとんど喋ってこない。で、松川。あ、松川さんも俺。で。実は、このラジオで初めてやから。あるんですよ。 ぐらいグライン vb で出たでもそんなしゃべらんよ例えばゲストし出てたレギュラーないから俺男性は特に知らんでじゃう知らんねほぼからアイラの方がラジオしてるから言ってるけど俺知らんね。だから普通に喋って亀井さんは知ってるでしょあ、亀井さんをってる亀井さんは知ってる亀井さんは適応らへのちゃいます。ン亀井さんは西宮までバイクいい人ですただ嫌いな人を聞いたこの前これで亀井さんもいるんですか嫌いな人 アナウンサーの方であでもいると思う嫌いえそれ男性女性いやそれは言われん俺はやっぱ亀さんと俺との結束があるからそこはもうそこぐらいいいじゃないですか男か女かぐらいがそんな話になったわけこんなの聞いたんですけど本んなんですかああわかりますね僕もダメですねじゃ女だな女だじゃ女性ですね絞るな

結婚するとしたって言わとき亀井さんの情熱やったんですかいやあの恵子ちゃんはあの自分がやっぱり弱ってるときだったって言ってました悪口をやいや傷口恵子ちゃんが言ってたんだもんそれを塞いでほしいとでも傷口が治ったらこの絆創膏はいらなくなりますよね本当はね てからもう、あ、あ、どうし、どうしよう、あ、この絆創膏だったんだっていう。気が付いたらってい。気づかない絆創膏ほど。いやでも、でもな、でもいや、俺、俺、ま。亀さんは、あの、やったけど、真面目やんか。真面目です。ごくいい人で。で、いい人やんか、はい、あいい人の時は。いい人って言って、そうやったら、他の人にも言います。<laughs> いい人って言ってもええけどさ。<laughs> はい その万走庫はいらなくなったってみたいなさ、<laughs> それはだって古川さんのそういうタイプそういう万走庫とは言ってないですよ。じゃ古川さんは悪いはそれやったら、うん、だってそれ派手じゃないで。うん 番カメさん別にテレビは無理やんか正直だがらし上がるし上がるしかむし間違うし何度に来るいいんですねあの言うたら番組で一回一緒にやってんけどもあの顔隠さなあかん時のモザイクみたいなガラスをやってるのそれを蹴ったからなその人がバーって見えて顔に それがないように顔が見えへんように出てくれたのに <laughs> バンって蹴ってもだからな、おれ小松行って立って見えた。あれあれそれはカメラ。出た出たそういう出方してる。本ゴール。まあまはまあそこはまあ。守けどね。でも俺はでもむちゃあの真面目やし。はい真面目。人もいいやん。人もいやんむちゃくちゃいい人。あの一緒にこう全員椅子椅子ね囲校ででもなんか言葉が切れへんというか。趣味はバイクだけやかな。バイクバイクだけだよ

これもそうですよねパターンですよね俺は知らない俺はだって美子君と仕事したことないけ大吉君は俺大吉はおもろいやつお前らいい加減しとけよなんさあかんって大吉はしょっちゅう飲みにいったりするからさいや大吉俺は挨拶と MC やってくれたりだいぶ若いし好き嫌いはありないよそうそうあの正直者だから正直者なの私に 近いですよねもポンって止めたの何ですか楽しいのか楽しい,楽,楽しいです楽しいというか野上泉さんは 俺はな俺は正直言ったらこのエピソード聞いてくれる俺はなうわさんのことほんま好きやね。で苦手な人と会うた時にどうしますかっていう話になったの苦手な時は僕顔に出ちゃうんですよね僕はね。さんはは僕 苦手な人の時はその時間を潰さなあかんと思ってずっと喋り続けてしまうんですんって言ってあそうなんやって言って一緒に飲みに行って、うん、ずっと喋ってお前のこと嫌いだった <laughs> <laughs> あれっって,って <laughs> 俺のことはあんま好きちゃうんかなっていうことありました <laughs> いやもうちょっとさ <laughs> もうちょってやればかるわじゃょこれラジオやからさそんなさ俺はいやいや実体験やねいかるわ一番悪いのは向かうなんでだって俺は俺は知らんから教えてくれって言ってねだって実体験で経験してるねあやわさんも伝えてるいやそれをさ俺は知らんで上杉さんは何度かそのラジオでもう一回とか喋らせてもらっただけやけど逆に言ったらそういうのに傷つけへん人なんいやいや 繊繊繊細は繊細細はめちゃくちゃゃくです仕事はめちゃやりやりすい仕はめちゃくちゃやりやすいよ。 <laughs> もういや、私もう頼んますわ。<が>僕そんな人間関係悪ないのに武漢さんのせいで、<私は S 1> 俺がだからないことも言わないかんよ、うになってしまいますやんかや、ね。私はもう同期だからちゃんともううわちゃんのねことは私がちゃんとお尻を置かないと。何をお尻を置かなあかんった？何置かなかっ何の素そうが？何の素そうしたんん？いそ,そうなんてないんですけど。何をなんかうわちゃんがあったらもう私がさっと言ってこうねちゃんとフォローしてあゃっなんもないでしょ,でしょ。なんもないやない。 ないないですよ。何やねんな。いですけど会った時にはそれを私や,やから、お同期やから,そ,やからそこはそこは私も何かあった時はおばちゃんがパってさっと来ないな、まあ、テ,テーマイケイケうもうそのあんま例 <laughs> え話もいらんぐらいのやでやん気を使わん人やな <laughs> いやこれももうお母さんもそうですやんか私ええこんんちゃんで。

どうしたよ。今度は、なんか、えっ、ー、とお腹がちょっとおかしくなって、入院かなんかしてあって。週末入院してたんたまにしあるよね。入院してあって、ね、俺調子悪いから、もう今日はおかゆやねうわ、珍しいですねって、パって見たのがさ、ものすごい脂っこいベッドバッと出てるんですよ。ね<い> <laughs> わデリカシーないなと思うけどなんかちょっとしんどそうやったからこう励まさなあかんな思うやんか近藤さんにね「わ」とか「いややっぱり3日4日食べてないから痩せましたね」って、まあ、まあ冗談で言うたら「痩せましたね」ぐらいで「どこがやねん!<や>」母さんからそんな言い方してない,いそんな食い気味でツッコむみたいな。 いいや全然体重変わらなですよもうちょっと痩せてもいいん違うってうぐらいそれは冗談でう奈痩せましたねえそうそう部下さん普通明日たってあほんまですねっていういやいやでもそれが結局近藤さんがまあ賛否あるけども近藤さんの良さじゃなく器やろ器や言われえやんか笑んでかしらけどその日の服がなもうほんまに頭から靴の先まで真緑やってる 誰が小野さんのリーデーだったか、イグアナみたいな, <laughs> たいな <laughs> そう時計も緑、靴も緑、<ー>全部緑やって靴下までね。ねえ。ええなんでやよ。でまあ俺がさあの目に目に優しい感じですね。<laughs> って言ったら向川さんが人には優しくないんですけどね <laughs> って言わんで、そうなん言いました私言いました言いまし発<や>入れず入れてました私じゃないんじゃない違う人だったじゃありません。で多分向川さんに対してはちょっと怖いと思ってると思う。このさんなこのんなそんなことないですよ。だって上田絵子さんの時はもっと生き生き。はい 悦子かなみたいな感じで喋ってます。わ山寮には厳しいもんめちゃくちゃ。それから言ってます。確かに私も山寮さんにもっと優しくしてあげたらいいのにっていつも。てます山寮にはきついね。好きの裏。そうかもしれんな。タイプ。タイプかもしれ。変わってしまうタイプかもしれ。そうか、そうか。上田悦子さんもおおとなしい。いつも笑ってはる人やから。そのニコニコしてはるわ。私もニコニコしてます。よお粥食べてましたよ。きっと。お粥は。 それ、はあ、で,で,でまー、あ、気をかわん人やな」ということ,で誰のことこれ <laughs>、えー、採用された方には特製ボールペンを採用わしさんとかほん,ほんまに聞いててこれじょ冗談がな通用せえんの嫌や,やんかいや俺は俺は素直に、うん、この人この人って俺が知ってる人がかテレビで見たことある人しか言えへんのに。はいはい あまりにもその黙りとてわあって言う人と変えるから二人がいやそう <laughs> 俺はちゃんと言うたねエピソード私も言いましたよちゃんと西さんは何がどんな人西くん、うん、薄毛やわわ <laughs> かってるわ <laughs> <laughs> そ分かってるよ西くんもでもねお子さんができて変わった お子さんができるまではフークやったんですか <laughs> そんなどうい <laughs> ってん,ねん俺知らんからさい<や><当>俺も知らんもうだって <laughs>

ねえもう早言えよもう, <laughs> もう必ずねこんばんは西安志でんこんなことでね必ず西安志ですって言う <laughs> 必ず言うんですよ毎日言うんですよ毎日どんどんてあの,あ,のあのニュースに入るとねニい,必ずいやいいんですよ,でよそう普通あうんでいいんですよ言ってもいいんですけど必ず言わんくてもええの西安志で聞かへんで言わんでもええのそれはだってもう西安志って出てますからね名前がこうテロップでね <laughs> <laughs> まあでもいいんですよ。名前言っても。ても俺わからないです。アナウンサーの中で、そういう、まあ自己主張が。い。いいのか悪いのか。で、どっちか手挙げろとよ。どっちらですか。はい、ん。<laughs> 強いの。え、あのうちの息子たちは、西くんの真似をします。こんばんは。西安康です。<laughs> ちょっと息子う、親子もって、どんな、どんな性格しとんで。そんな、ものまねするやだ、ほ他にいっぱいあるやろ、なんか、バラエティ見ててもな。なんで、西君のものまね。気を使わん人やな。採用された方には、特製ボールペンを。採用、採用に関わらず、いただいたすべてのメッセージから抽選で、三人の方には、現金三千円を。一番盛り上がったメッセージをくださった方にも、三千円をプレゼントいたします。来 週金曜日の午前中までに届くようにお送りください。い宛先です。ファックスは大阪零六。六八零九の九零九零大阪零六。六八零九九零九零番。メールはおばちゃんアットマーク mbs。一一七九ドットコム。 OBACHAN=mbs1179.com はがきは郵便番号 530-8304MBS ラジオ「それゆけメッセンジャー」。 気を使わん人やな。俺わずかな金でこんな嫌われたないわ俺。いや俺だって俺は普通にいやや。どうなんで聞いただけや。私だって損しかしませんわほんま二人と話。んとかうまくやってくれればいいじゃないですか。アナウンサーの話をしてるんだから。メッセージお待ちしています。昨日セクスしたのはエコノレックと神潟温泉一級がお送りする今週のそれけ目線 います何がむちゃくちゃですかこんなラジオ好きな人一人もいませんよ聞いてる人ばかりしとるかちゃんと数字として出とるかないや好きか嫌いか別やありがたいことですよ本当にありがとうございます世間様こういうテイストいいか悪いか別だけど聞いてくれてるんやからまあもちろんですよあなたもそれ1位なんですからそんなんねはい みんな、よ、好きな人。私は大好きですよ。大好きじゃない。喋ってる僕らの場合で言えば、大好きじゃなくて、はこんなもんやるか。こんなラジオ出て、出てるか。五十ず下げてやっれよ。みんな五十やのに、なか。俺一番上やるもう、ちゃんとした方がいいですよ。もう。言いなさいよ。はい。では、参りましょう。まずは、向かわセレクトです。ああ。 平均寿命また更新。二千十八年の日本人の平均寿命は女性が八十七点三二歳、男性が八十一点二五歳で、共に過去最高を更新。十七年に比べて女性は零点零五歳、男性は零点一六歳伸びました。うーんすごいですね。まあいつも言ってますけど。 まあね健康で長生きっていうのはまあええかもしれないですけど、うん、も、ね、病に伏せてて生きているということで平均寿命が伸びてるような気もす,、ね、すよね80歳なんていてますよ<や>ピンピンしてる人もいてますけど、はい、やっぱりさ周り見てても70の線ぐらいから だだん,だん、ね、あれあれって思うことが多いで,う、ね、いでもねねやっぱり、ね、これはやっぱり都会におったらそう思うのであって、はい、田舎とか行くじゃないでしょう、うん、田舎でも90歳超えてるおじいちゃんおばあちゃんが普通に本当に農作業しちゃうね朝からだ、ね、ほんならねこんなのみんな熱中症で倒れるうんうんって言うけどさ、うん、何言うて元気やで<ー>やっぱりその。 なんて言った自分のペースをずっと変えない人は長生きやわ。マイペースな人は確かにうちのチームも九十三やったけど。そうですか。本当にマイペースな人やったから、元気でした。え、それは何、言うこと聞かないってことですか。全く。自分のペースで生きてるから。六時にはご飯食べる、六時半にはお風呂入る。だから。結局はそこに尽きるわけであって、まあ、もちろん都会にいるとね、都会に住んでると。病院も近いしっていうのも、もちろんある。便利やしな。ただ。 それっってやっぱりさ、もうすぐに病気が見つかっちゃってずーっとその病院、うん、薬に頼るとで薬に頼った時にやっぱ副作用っていうのがあるわけであってもちろんな。こっちにはいいけどこっちには悪いとかいうのがあるけどやっぱりほらあの田舎のおじいちゃんおばあちゃんっていうのは自分らで治す方法を知ってたりだとかのあの、食べる時は食べるけど、うん、もう夜もあの早寝はって早いです。やろ、ね、う 初職やね。だからストレスがないんですよねきっと。そうやね。いやいや今からでもねこれ今8平均寿命は伸びるけども、はい、これからまあ少子化に向かっていって正直な話、うん、もう1億人切るって言われてるでしょ。1000万人ぐらいに、ね、な,なるって言われてます。本ならねこれもうどうやらだから。 あと百年後なんかもうえらいことになってるような気がします。ね、だから本当に手塚治虫先生が火の鳥で書いたみたいにロボットのロボットが完全にいやロボットがに任せる人間やったけど逆にロボットに使われる人間に変わる可能性っていうのはあるかもしれないな、うんうん。いやあるかもしれませんねこのまま行くとね。もう俺正直だからそ,そんなに長生きしたいと思わない方なんでね。いやでもまだ早いでしょ今は、ね。まあまあまだ早いですまだ心の頃にありますけど、ねはい、その。 まあね、いくつって言うたらあれですけどそんなに僕その行きたい<ー>行きたいっていう感じでもないで,でも男性で平均で81.25ですかここは

もっと今をどう大事に生きるかなんてなで逆、うん、に言ったらあのまだまだ生きたいと思ってる人間おるのに、うん、その急に人から命奪われることがあるわけじゃないですか、うんはい、この前の、はいはい、京,京都のアニメのあんなんて日日やっぱり報道見てたらね予想なんかみんなそれぞれやっぱりそのなんさあの夢に向かって、ね、しかもみんなに夢を与えて。うんで やっぱそういうい日本のアニメ世界のアニメじゃないですかそれに携わって誰もができる仕事ではないところ一からずっとコツコツやってプロになられてやってる中で急にさんそんなんっていうことがある時にねうこういうこと時こそ,そのあのなんかい、ま、生意気なこと言うてあれやけど命が今あるっていうことを大事に お知るべきのような気がするよね。長生きをしよう、長生きしようって人は言うけど、ね、長生きなんてしようともでもできる人とできない人おるやんか。えーえー、だって別れが唐突に。そうやで、ね。うん、うちの親なんかでも100まで生きる言われたと思うでも80をいくつゃん、ね。まあまあそうやったらね、あ<ー>まあそのまあまあとは思いますけど、はい、それはだから。 結局その、ね、今一生懸命生きてるかどうかっていうことをなんか教えなあかんのになんか今報道でされてるのがなんかこう変にこうすれば長生きできるみたいないそういう番組すごくす、ね、なれいな俺あれいつもなんかそうじゃないような気がするんよ何年後かにそれ間違ってましたそねうそ,うそ,うそ,うそれもあれ,それなやめよこれがええあれがええ言うてやらしといてねだからせっかくせっかくっていう言葉はあるけどその京都アニメ京都のアニメ アニメーションの事件があったらもちろんそれはあの凄惨な事件であることも確かやけども、うん、その前になんかちょっとさあのなんかこう。 命の大事さをもっと報道で伝えたらどうなんや備えるのは大事ですけどね。ずっと備えるってこと備えようないや先のことばっかり見てるっていうまあ足元ね。なあなんかやっぱり今があっての先未来なので。まあだ僕らも子供いてますやんか。でも子供でね、例えば問題行動が起こったりとかするときって、まあ端から見てですよ。ほとんど親の影響なんですよ。子供が急に ブインってねそう中学のたら別ですよはい、はい、小学校ぐらいの間ほぼ100%親の影響なんですよこんなのねやっぱりこう,うわっていう顔つきの子って親見てもうわっていう顔つきしてるんですね<ー>だからそういうとこからちゃ,ちゃんと常識を教えへんかったら 人に迷惑かけるようになるじゃないですか,かにです、ね、別にフォローするわけじゃない、うん、この前あの番組でねあのカメラ三兄弟のお父さんが今ユーチューブされてあってか、ね、ならやっぱりねあの世間にはいろいろな問題はあったかもしれんけどやっぱ一生懸命子ども,子ども、ね、教育論という自分の中ででやっぱ向き合ってあるってすごくこう あのお父さんを子供が第二章お父さんに恥かかしたくないっていう言い方をみんなしてあるような気がしてね,いいねそれはね薄やったら分かんのよ面やったらね分か,分,か分かるんですよね。それで考えたら、うん まあ男親一人で4人の兄弟子供育てるのも大変やったしその苦労も多分背中見してあるんやろうなとは思うけど、ね、かしょ、えー、保育園の上の子かなお,お父さんが帰ってきたら嫌、うん、な顔すんねんて<ー>うわって嫌な顔するからなんでなんでしょうねって話をした時に「どうなんですかね?」ってき聞いていくとお母さんが嫌やからなそう、ね、お母さんが旦那さんが帰ってくると嫌な顔するから子供もも一緒になって<ー>うわうう、ね、嫌な人が帰ってきたって。はい いいうこととや思ますよだ「からお母さんは旦那さん帰ってきてあんま嬉しいと思ってないんちゃいますか?」って言ったら「思ってます」「嫌やな」って「思ってました」って言うてたらでもそれはもっと繰り返し言うと「えって言うと旦那さんがじゃあ奥さんにどういうふうな接触だったんやってそれはでも2人の話だもど子供に絶対影響それやったらねもう離婚した方がええわけよ。 離婚するこれではなかなか離婚ねこれではなかなかもっと決定的なことじゃないの知り合いのもう中学までは毎週毎月1回女の子が「お父さん会いたいお父さん会いたい」って言うてあったら、離婚してで、こうなったらいきなりもう会いたくないと。いきなり何をしたわけでもなくじゃあ何やねんって言った時に離婚の原因をどんだけ親父が悪いかっていうことをお母さん言うたんやで。 いやそれまあ言うてもええけど、うん、いやいや言うちにしても悪くは言うたるなやとせめてってでも女の人言うないううちおかんとかでもボロクソ言うてるわ<は>親父からは聞いたことないんですよ離婚する時は言うんじゃないですか親父側に引き取られてますよ<ー>でも親父からは一言も聞いたことない、えー、がでも 夫婦ってさ、どっちかが何か悪いとこもあるかもしれないな何年かしておふくろになったおふくろが私がされて嫌なことをザーッと聞いててで、まだおふくろの付き合いも長くなってくるとこれはどっちもどっちやなってなええやっぱわかるいや分かってくるなかるほどねこの性格じゃあ<ー>これどっちもどっちやなってうちの親はもうおかんはもう確実に勝つ,勝つというかおか親父が養育入れへんかったことやからな<ー> <laughs> これはもうな何言うでももう親父の負けをせえへんそ,うです、ね、それは仕方ない俺のその友達は養育ちゃんと入れへんと、ね いいちゃんと入れてんのよ毎月毎月しかもバカ高いかで、うん、で家も渡しとるわけやから、うん、ほんなしっかりしてるよそうやねんせやのにもかかわらず、うん、やっぱり言うねんなとほんで聞い話聞いたらわがも,もう彼氏おるわけや、まあ、そこはそこでええやんかせやのに高校生になった瞬間にその事実やと思うで、ねうん、ほんまにあった事実その浮気やな、ね、い、うん、その事実をはっきり言っちゃうねって、うんてんで私がこうなったかみたいな。 いやそれは言うたったらさ一回でわ分かるやん一回の浮気がね死ぬほど許されへん人もおるし世の中には一回ぐらい映画な言う人もおるからそは分かれへんけどでもねこの前その嫁はのママ友らと飲んだ時に。 うまいこと言ってる人は、なんか楽観主義のお母さんは。ああ、幸せそうやわ。そうですね。もうやれやれ。そんなん、もうから気にしたってしゃあないやんって言ってる人は、嘘でも楽しそう。これ逆に向川さん、もし旦那さんが。まあ、分からへんね何かしらの浮気が、こうして、どう、どうされる。の私とか全然平気です。全くこれで、本当に正直、これだけは平気もおかしいんですよ。一応ね、気持ちである以上。あ、じゃ、ちょっとやきもち焼くかな。 これぐらいのレベルほ、はいうん今のは正解いや,いやだからそこは <laughs>、うん、そ嫌ですけど,すけど子供のためにはまあ言ったらその一回は, <laughs> 1回は我慢しますと<笑><笑>ますで、それで話し合って二回目はもうないでっていうふうにしますそれはなぜかというと家族が大事やし旦那さんを愛してるからがいいんじゃないですか<用意> <laughs> 今の通りです <laughs> <laughs> 許すの全然 <laughs> そうですね はあ、なんもこれちょっとあのともみこれ見てくれこれ,これ回数券これ何なの回数券風族の回数券も <laughs> もう十回貯ま風族ね、うん、自転車もらえるらしいよそうなん <laughs> 頑張り頑張り <laughs> って言わせるそれは。 それはそれでで、旦那さん、かわいそうですわ。なんで。そうでも、それは言うてあげてくださいよ、そんな、あんた、そんな。だから、逆に言うたら、もう男として見ている。ていうか、ちょい。ていうか、そんなもん見せんなよって話ですよね。そんな回想権も、できるおいおい、ともみいけそれは、もう、好きにしてくれって話じゃない。あの、あ、言わんくわよ。それは、こっちが勘弁してくださいですよ。あ、でも、あれやろ。お風呂入ってきたら、断んねやろ。大きいで、つぼうだか抱えて入ってきたから。いや、ち。 違いましたわ。おっきなふぐりを、ね。もうやめて。本当に本もう、お勘弁してください。もう。<laughs> ね。え、もう終わりこれ <laughs>。<laughs> <laughs> 本当ですよ。もう全然得しない。<laughs> 今週のそれイケ目線でした。<laughs> 精力剤の赤ひげ薬局と大ケアがお送りします。すいません。相原ですが、どうか背中を押させていただけますか。神様。ありがとう。 このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知ってる相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーナです前回のお名前でございます、えー、ハーティーママさん娘が北京へ留学中でございますと4泊5日の合宿があるそうですが、うん、同室になる子がトイレの後に手を洗わないと<え>潔癖の娘が困っておりますと、うん、気分を害さず手を洗ってもらう方法はないでしょうかと。 うん、まあでもこれは留学しからまあ中国の方らしいんやけども、うん、ね向こうのるど同棲者のまあ向こうの人がそうならばまあちょっと文化としても受け入れなければならないんではないのというまあ多少ね直接ねね言えるっていうのもまあ言うたらその人間性みたいな感じで言,う言ってもいいでででも言えなななんだったらしょううがすすよねねまあそうです、ね、あなんとなく察してなんていうのは多分他の外国でないじゃないですか。 その弱なわからん感じでしょ。またね日本人は異様なまでにその外国人に対してあの丁寧というかあのええねんけどね。お客てる。でもそれがおもてなしなになってるのかどうかっていうのはちょっと微妙やな。微妙です。だって外国の人ってそこまで考えてくれてませんもん。冗談っぽく言ってみたらどうどうですか。例えばどんな感じですか。トイレ行って手洗わないんだ。なるほど。別々おしっこかかってないもん。まあそうやね。 これモクワさんとかでどうする？例えば、私はだから多分今みたいに言いますね。あ、そう。言ううんあの手を洗ってとは言わないけれども、あ手を洗わないんだね。日本私洗うんだよって。面白いね。違う違うもんだね。でもこれはもんだねって白しましょうってなんかどうする？分かるよ。頬を晴らしてって。 それでハグしてこられたも言うたらちゅ、うん、僕中国の村ではそんな水が貴重だからそんなふうに洗わないんだよっていうとこもあったりもするからね分かるんないですよこれは文化っちのは、うん、そうででですすそうですでしょ、うん、だからもう押し付けるわけにもいかないし尻を洗うっていう文化も言うたらまあ日本やんかどううやなああのの尻を洗うって海外って尻を洗うってことはなかなかできないじゃないですか、うん、あんまりウォシュレットしすぎるのはよくない、ね、クジラの塩ぐらいにあの 体が浮き上がるぐらいまで強くやります嘘でしょそれ,それで言うたらね <laughs> 唇にずっと水かけてたら乾燥してカチカチになるやろ、はい、そこから菌が入りやすくなるはははあんまり やりすぎるのはよくない。じ尻を洗ってからティッシュで拭けばいいじゃない。いや、だから拭くから清潔にしすぎてあかんねんいいじゃねえか。だって実際そこまでやってるのにジー <laughs> なってるから。確かにね。それは別にの、ね、あの尻を洗う文化の前からですから別にしょうがないです。それは。<laughs> <ら><ー>尻を洗う文化。いや、俺。尻を洗う前からの話あんまりやりすぎとあかんねん。ウォシュレットってハマる人はすごくハマりますよね。ねな,ない。 ないところはちょっと止まれないですよインターチェンジとかもちょっと古いとこやったらないじゃないですかやっぱり今最新ところに行きますもんねわざわざ行く人います俺全川さん使いますか私割と平気です俺使わないわーでもいけるわー使いますけどなくてもあないんだわーわーわー別で大丈夫です俺もわーでもいけるわーもう足がしびれるな 子供の時から苦手やったわ。あ、そうですか。ええ。ほんまに俺、だからお前カオゴやっんだかそうでちょっと弱いわ。いやいや、わでできへんこのこ今おるって言うけど。洋式おじいちゃんおばあちゃん役として。カオゴです。わわで。和式じゃなかったからやね。だからその最初に住んだ団地もなんか洋式やったでしょ。団地やったけどね。俺洋式のトイレ見たん。だいぶ後やで。 それ俺ダイバーってやれお洋式の便所みんな家の近所ってみんなわあやったもんねお店もわあやったもん僕らがだからその子どもの時の団地いうのはその西洋文化がちっちゃく入ったのが文化の始まりで洋式やったんです多分いや洋式は多分小学校の高学年ぐらいちゃう初めて見た学校もたから学校はできなかったもんあやったもん和わああ和はね今はほぼ洋に変わってますからねそう もう、わし、そう、いや、綺麗ですよ。まあ、まあ、ええんやろうけど、ほんまにでも、和のとこでこけてしまう人がいっぱいおるよ。後ろにか。後ろに。あ、なるほどね。なんか、ねぶちゃんなんか、それはも、で、耐えられへんやろああ。ね、な、どうや返事きてんの?。はい、お返事いただいております。ええ、先日は、娘の相談を受けてくださり、本当にありがとうございました。早々に直筆式し、十八枚もの千社札。そんな、書かしたんですね。六社さん。あ、なるほど。ちょっと、生意気なこと言うぜ。 仕事がうまいこと言ってるプラスその次の日に鹿児島旅行サンフェをサンフラワーでサンフラワーで講演会をするのに仕事を入ったからそれにこっそり連れていくって言っていいじゃないですかそれただからその分のその分のちょっと乗ってる感があってね私を見ようみたいな。 他タオルなどいただきありがとうございました六社さんは中国語でも書いてくださいました <laughs> ああお気遣い感謝感謝です他人を変えることはできひんなとも思い黒田さんのような強い人間に憧れ<う>六社さんも同じように思ってくれてはると思って一安心し実際娘はどう対処するのかなと思っておりましたすぐに youtube を娘に送りグッズもシャに取って送りました <laughs> 相原さんの色紙のそれも個性を見て 個性か留学はそこの文化をも学ぶっていうことはううん、うん、黒田さんのそれは文化と違うわって言ってくださったのはせやなと思ったそうですつまりどこでもそんな個性のやつもいるんやということなんですね、うんうん、さて、えー、昨日が1日目上海政府からももてなしを受けて上記念で来院が来ました、えー アメリカ人の友人もトイレの後手を洗わへんなんて考えられへん担当者にお願いして時間が合わへんとか理由をつけてルームメートを変えてもらったらと言ってるし今日は様子見て明日お願いするわとのことでしたその日やはりルームメートはトイレの後手を洗いませんでしたしかも手は洗わへんくせにトイえホテルにある いホテルにあるタオルは汚いかもしれないから使わないという変な価値観の持ち主だそうです。タオルは全部持参みたいですこのように1日目まではルームメイトを変えると担当者に言うつもりでいたのですが2日目の今朝このような LINE が来ましたもうね部屋にいる時間少ないし1回1回手洗ったら済むし服はもう5日とも同じ服にすることにしたから もはやむしろ私の方が汚いししかももう夜は心置きなくおならできるしこのルームメイトで行こうかなと思ってる。 あっぱれです娘の方が超個性的な人間になっていました,いいた、ね、娘は少々潔癖なところがあるので、うん、中国はちょっと心配していたのですがめちゃくちゃたくましくなりそうです、うん、メッセンジャーさんに相談できていろいろいただき、えー、この番組はいたれり尽くせりやなとものすごく感動していましたうう、うん、本当にありがとうございました、うんうん、みんな嫌いですよこんなラジオっていうのは一人も聞いてません。<laughs> <laughs> 皆さんに、ね、愛されての本当にこの番組で一人も聞いてないこんな虚しいことってありますか <laughs> どうします。はい、ボールペンを差し上げたいと思います。ボールペはい、差し上げます。じゃ、今日の。はい、今日のお悩みでございます。ラジオネーム永遠の単身赴任さんです。五十七歳の妻子持ちです。はい、子供はすでに独立していて、今は妻と二人です。仕事の関係で、平日は東京、週末関西に帰ったり、帰らなかったり。また、毎月海外出張もあるので、妻と過ごすのは月に数日程度です。 うん,うん、それはそれでなんか良さそうやけどね。小さいですが、会社を経営しているので、小銭とスケジュールは自由になります。そういうわけで、合間を縫って神戸のラウンジのお姉さんと浮気をしています。<laughs> 彼女は彼女は39歳で、今は夜の仕事オンリーです。うん、私自身、水商売の女性と付き合うというのは今回が初めてです。<ー>彼女は私には。 彼氏はあなただけと言い毎日のように LINE で熱いメッセージを送ってきて一方、私がよそで浮気していないか異常に追求してきます。彼女の家ににも月に数回 まあ、泊まりに行く、ね、はい関係ではありますが、鍵は渡してもらっていません。うん、彼女と夜を過ごした後、朝方彼女の携帯にいろんな男からラインのメッセージが届きま。た、まあ、商売で言うたらあるよ。通知機能で何度か目にする中、お親と思うメッセージがいくつかあるのに気がつきました。うん、例えば、私にはある日曜一日家で D. V. D. 見て過ごすと言っているのに。ある男性から、日曜のデート楽しみだとか、うん、部屋にピアス忘れてるよ <laughs>、うん。 とか <laughs> まあどう考えてもほとんど黒に近い内容です最近あまり気になったので彼女の携帯を見てしまいました仕事柄いろんな男性からメッセージが来ているのですが、うん、中でも少なくとも3人とは真っ黒な内容でしたなるほど私自身浮気なので偉そうなことは言えないのですが結構ショックでしたある意味真に受けていた自分が情けないのですが、ね、今後どうしようか悩んでいますんこんなにも腰の緩い うのこれ腰の緩い彼女、うんうん、女と。 彼氏ずらして付き合っていた自分が情けない気持ちでいっぱいです水商売の女性と付き合うというのはこういうことなんでしょうか水商売関係今後単にセックスフレンドと、ね、割り切って今まで通り知らん顔して付き合うかこれを機会に別れてしまった方がいいのかすごく悩んでいます、うん、相原さん私はどういう気持ちの整理をつければいいのでしょうかそれにしても30過ぎた女性のこんなの初めては絶対に信用してはいけないとつくづく思い知らされました、うん、こんな甘い私の背中をどうか押してください まああの逆に言うたらその女性優しいんじゃないですか優しいラッキーなんちゃうだってこの人奥さんがおってでほんまにこの人が完全こっちばかり見られてたら逆に怖くない俺も,俺も正直でそっちの意見ラッキーって思うやんあ,<ー>あの言うたら罪悪感なくあえるなるほどなるほどそそれはそうです。罪悪感なくで向こうがこっちを問い詰めたとていや それはもうお互い様やんで分かってるやん、これこれを多分ね遊びって言うんですよ。そういうことです。向こうも切り合って、家庭が持っててね、その遊びやったらオッケーよっていう奥様とか、はい、そういう風潮がこれを遊びって言うんです。で遊びは遊びのまま終わらせたらいいじゃないですか。で続けてもいいし。でもちょっとだから本気になっちゃってるんですか。そうなんです。そこが問題ですよね。だからそこでハッと我に返って、うん、あ。 なるほどこれ遊びなんだなって割り切れば全然それ止められますでもい<や>すだって自分<然>自分が逆に言ったらこの女の人があなたしかいないのともう変な、まあ、ベタな話奥さんと別れてくださいうん、うん、そう、ね、言われたらもっと奥さんと別れるにはもし別れてくれないなら全部会社に言いますよとか、うんうん、バラしてやるやろいやもうベタな話ですけど、うんはい それにな,らならへん可能性もあるから、ねね、水商売の方がうんぬん買うのは、まあ、ううまあここであるでしょうからまあ置いといて、はい、まあそんなことはその人の事情やからねうん自分の事情じゃないから。でしょでしょええーね、人やからセックスしない、うん、悪い人やからセックスばかりするってこれ全然違うもんな。 それは総理大臣でもね<然>そうじゃない人も、うん、やることは一緒ですよ。だからその女の子がケツ軽いっていうだかって、うん、この子は逆に言たらケツ軽いんじゃなくてあの愛情をいろんな人に対して求めてるだけの話でしょ。うん、しでまあそそん中でね言うたらすごい太いパイプのね社長さんがいらっしゃってよくお金を見せに落としてくれてるこれはこれでいいじゃないですか。まあ、うん、それはそれで別に下げ済むこともないし、うんはい、そういう人生なんやからいいタイミンです。一個言うんやったら。うん 部屋に行かんかったやのになって俺はもう。もし俺逆の立場やったら部屋に俺だからな優しいなと思うな部屋に入れんねや思って。通ながらが三人ねおったらそのだから三人の中での一番上なのかもしれませんわあなたのことがね。わかりませんよわかりませんけどそのデートしてなにわかりませんよ。でも三人ともやっぱりそうそうそう部屋に。 入ることだけはやめと金もあんねやったらもう部屋に入ると情が入るから、はい、黒田さんね、っやっぱそのは<ー>ホテルとかありますやんか、こんなこうカードで払ったりとかもありますやんか、カードで払えんかって、そう現金で払ったりもしますやんか、うん、だから一回家に行くなんで安さ みたいなことをやると家がいろんな意味で楽になるのは事実だと思うんですけどそれはでも金かかったとしてもそこは仕方がないと思ういやそれ仕方がないんだけど今までは基本家やったわけですよでこれから急にホテルでっていうのもなんでってみたいな感じにもなりますな家に入るとね結局家に行くから自分が一番やみたいなこの人は思っちゃったよ3人とも入ってるんやろ入ってんねんね ラインをちゃんと決めて俺は外でしか会わない別のマンション借りるかそれの方がまだわかる、ま、その方がいいかもしれんなでもマンション借りたってなると浮気がバレたときの重さがでかいねそりゃね人の名前で借りるかで悪いこと次から次へと出てきますねあ,あれは一回やりよったなこれは大体目を打ったアホ <laughs> まあでも、ね、あのー、僕もあやらも同じ意見で、うん、逆にラッキーやな<ー>俺泣いたらむ,むしろ むしろ楽しめるわという、だってそうじゃない？思いっきり楽しめるわと思う。だからこのとこが危ないのはこっちに言い掛けてるわけ。だからそこですよね。うん。もう嫁さんのことか一切もう好きじゃなくなっちゃうぞそう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 。でも離婚する気もないでしょ。な逆にね、遊びは遊びで終わり切るようなじゃないか。五十だねからこれで発覚してさ、お嫁さんにバジクンて切られたらきついで。これこっちに寄りかかっていったらそう無理よ。そう三十九歳の女性は支えてくれませんよ。くれませんよ。そんなことはね。 こは誤解しちゃダメですで、まだこのうんちゅーのはねそのそこを切ることによって急に変わったりもしますよ会社の経営がうまいこといかなくなったりもするんですようんちゅこのうまいこと回ってますよこの奥さんが今うまいこと言ってんねやったら次嫌い別にしてやっぱあげまんや大事にしてねそこはそこは大事にする遊びは遊びでいいじゃないですか誰に言うてんねいや俺ほんまに羨ましい心の底からですよ 羨ましい大人だなお裾分けいただけませんかね四人目とかどうですか <laughs> 穴がめちゃくちゃ詰まってるで <laughs> え皆さんも、ね、うっすらしてる相原に迷いをぶつけてみませんか,か迷っている事柄を詳しく書いてお送りください,い採用させていただいた方には相原直筆式紙とボールペン千茶札上方温泉一休さんとのコラボタオル、はい、赤ひげ薬局様から辰野の落とし子霊糸かき肉エキスオットセイなどが配合された飲みやすい清涼飲料水2回戦ああそれそれ象の金玉収穫祭 そろそろ買えなあかんな、ね。<laughs> いよいよね。はい。いよいよ。ませんいよいよちょっと、あの、変えましょうか。うかもうだいぶ経ったでしょうね。ね、ちょっと変える時期ですね。そろそろね。二回戦一本と、はい、タオルを一つ差し上げたいと思います。はい。 それではいただいたメッセージをご紹介しましょう、はい、今日のテーマ V 字復活ということで皆さんいただきました、えー、ラジオネームウジ茶のチャチャチャ60歳ですね、はい、私の V 字復活は点滴ですと夏の猛暑でヘトヘトで食欲もなく体の力も出なくああもう死ぬなと感じた時、うん、病院に行ってベッドに横になり点滴を打っているとだんだん力が湧き三ンの皮から引き返し<ー> V 字で復活します点滴<ー>を開発した人には感謝ですこれすごい聞くらしですよ天敵やってないなーやろうね そ,のそういうところいろいろビタミンとかねやってもめっちゃ元気になるので,あでもちょっとねやっぱり俺脱ほんま弱いからやっていこうかな天敵。 いろいろねまあ皆さんとかまどうやってお医者さんにお手やってくれんの？はいやってくれます。ほんまに？はい。えー。食ちゃくちゃできますよやっぱり。あーそう。なんて言うて点滴してくださいませ。そうそう点滴してください。あの疲労回復疲労回復でって言ったら。あほんまちょっとやってこよありがとうございます。そのくらいすごいですよもうプスって入れた瞬間にニンニクの匂いがふんっ鼻の穴から口からふんって。もさんの顔してよニンニくの匂いしたらもう悪魔やな。なんですかそれ？ドラキュラがニンニク食べてますやみたいな。 えこちらラジオネームミサちゃんですうちの親戚のおばちゃんが団子屋さんをしていたのですが美味しいのに知名度が低く全然売れず赤字続きでもうやめようかと思っていたそうです、うん、ところがお店を心配したお客さんがあるテレビ番組にがけっぷちの団子屋さんと投稿したところテレビ局から取材が来て放送された途端お客さんが倍増し黒字になり閉店の危機を回避できたそうです本当にテレビの影響力はすごいですね美味しい美味しいとかやったらですね、本当に美味しかったんですよね美味しくないところ やったらその落ち込みは激しいよ。一時わーっと言って大したことないやんっていう引き方はすごいけど。一時一時いくけど。ナルト寿司がまた出たナルト寿司。ナルト知らなけど今度はいつ出るんですか。いやお客様あんま言わん方がいっちゃうから。早木また書きます。引きし手うが。 <laughs> えー、ラジオネームおなかパンパンさんですね「うん、もうすぐお盆ですねと」とこの時期になると親戚の集まりでいつも V 字回復の話になります。うん、親戚のお姉ちゃんの話なんですが、はい、太ってるというのには悪いようなぽっちゃりさんでした 1>、うん、約1 5 5ンチ8 0キロぐらいだったと思います<ー>太ってるけどな、うん、30手前で婚活すると宣言しほっそりとなったのですが結婚できず焼き食いした結果推定 百二十キロの豆タンクとなりました見事にデブ戦に見染められ四十五歳で結婚しました親戚からは奇跡の V 字回復の女と言われております太ったら太りきったらそれはそれで好きな人あのいんですねぽっちゃりしてるのもん逆に細かったのに太る方がかっこ悪いと思うもともとまんまる酒井愛ちゃんみたいな酒井愛ちゃんだってもともとぽっちゃりしてるからだらしなくなるのは家やな今別風みたいな出てちゃうからね新劇で言うのよお前

私は三十年以上前から証券会社の株式投資というのをやっていまして毎月少額ずつ投資して長い目で運用益を目指すということをやっています始めた頃にちょうどバブルがはじけ長い間買い値を下回っていました株式と同じで売ってしまうと損が確定してしまうのでずっと塩漬けにしていましたしかし近年株が上昇してきたので結果的に安い時にたくさん買っていたのが元値以上に値上がりして今では買い値の2倍以上の さんになりました。しかし言っておきますが、売って初めて利益が出るので、ね、まだ儲かったという実感はありません。株もそうやし、仮想通貨もそうやし、<ー>売って現金になって初めて儲かるからね。上がった下がったいうのは、そのね、数字の問題だけですからね。はい、数字の話もやっぱり現金が強いと思うけどな。今なんやかんや、でも、セブンペイにもなかったしさ。そ,、ね、それは全部だと言えへんけども、まあ、やっぱり現金って強いよな。 ほんまのほんまは土地ですよだって日本の土地はこれ以上増えないんですよ土地もねでもまあ人口が下がったらまあそれ上がる下がる金じゃないですか金金金やっぱり金金はないプール一杯分しかないからねまあ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 さあではどなたに差し上げましょうか いやだからさっきのあのニンニク注射おてくれた人、伝えて聞いてきますね。あれいいらしいね本当にぜひ言ってくださいね。ラジオネームウジちゃんのちゃちゃちゃさん、六十、はい、歳の方、こちらの方に三千円差し上げます。たくさんのメッセージありがとうございました。 さあそれでは今日の三千円の当選者の発表でございます、はい、兵庫県佐用郡にお住まいの井上照義さん門真市にお住まいの熊川美恵子さん高松市の加藤道夫さん以上の三人の方々ですおめでとうございます,いますえそしておはがきプレゼント大木屋さんの赤身ステーキですねお肉ですねすごいな大東市にお住まいの中道美恵子さんそして京都市下京区の小川千恵子さん大阪市城東区神久代さん 他七人の方々ですお,おめでとうございます。はいね。そえそして次回のおはがきプレゼント来週の金曜日までにいただいたおはがきの中から抽選で三人の方に盛岡冷麺をプレゼントいたします。うん、いいですね。そう、ね、そうそうそう。うん、生麺スープキムチチャーシューこちらをセットにしてお届けいたします。<ら>番組に対するご意見ご感想身近にあった出来事などをお書き添いの上必ずおところお名前 <laughs> 連絡先電話番号をお書きになってお送りください。プレゼントの応募には。 合言葉が必要です俺はやで <laughs> それは人の方ではかかりませんからねやで。 これを必ずおかきになってください。うん、そして来週のテーマは気を使わん人やな。宛先はファックスが大阪零六六八零九の九零九零。90 90 <laughs> メールは o b a c h a n アットマーク m b s 一一七九ドット c o m。ハガキは郵便番号五三零の八三零四 m b s ナチュオ。それいけメッセンジャー。それぞれの係までお送りください。はい。ハガキ聞きたいと思います。千恵子さん、五十七歳の方ですね。はい、ええー、時々ですが夜の十二時半頃に。 セミが鳴くことがありますこれ調べてみましたら「うん、夜の気温が高いから、えー、夜間でも明るいから」かねなどと書かれておりますと「昔とは何もかも違ってきたんですよね」と,とまあ確かにね、うん、あのー、まあそれで言ったら気,よ気温もそうやけど気象もそうや、ね、ですね変わってきたよね。変わりました 別にね朝方にクーラーかけることなんかなかったんででももうな今は危ないもうねいやね朝はどっちか涼しかったでしょ涼しかった今ねもう8時からもう30度いってるでしょびっくりする怖いねだからつけっぱなしやねずっとクーラーね止められないですよね止められないからリムとかもだってだって症状起こすから扇風機 いやもうクーラークーラーつけっぱなしだから、うん、うわぁかかる度だから冷風機はあかんもうねもあ,あの犬飼ってらっしゃる方特にあのー、犬の犬種によって暑さに弱いの多いから,、うん、からそれのちゃんと調べてもうこれであのお金かかりますよ,かかよでもそれも込みで買わなしゃあないわ かまいたかたないもうしゃあないわこの厚さで置いとったら死ぬでほんまになるな確かに死ぬでほんまに、うん、さあもう一枚いきたいと思いますコンビニのトイレで先に待っていた人がドアをノックして中に入っていた人が入ってますと答え23秒後にまたドアをノックしましたそしたら中の人は 映画2度目でイライラしたのが入ってます今吹いてますと言い返してました <laughs> <laughs> 私は笑うしかなかったですと <laughs> えー50歳わかるけどね <laughs> 中で木でも失ってるのがないぐらい出てきえいけ、ね、なこの人ほんまどうしたんやって思うぐらい出てきゃいけといとますよね流してもう出てくるわ全然出てきゃいん。<laughs> <laughs> 何やってんだろう <laughs> まあそういうこともありますね、はい 特にあのー、本当にあのー、熱中症っていうのはね,ねのあの思った以上にやっぱりなりやすいということ、はい、俺は大丈夫や私は大丈夫やと思いながら実は夜中にまたそれが熱出たりとか、はいす,ね、する方もいますのでこまめに水分を水分も,もうありきたりですけども、はい、好みに水分を、えー、取っていただいて気をつけていただいてくださいお会いしましさうこれだとありがとう向川智美でしたまた来週来週はぎっしゃんです